京都府与佐郡の一郡都町にあった与佐郡役所。与佐郡は京都府の郡。人口21,598人、面積170.33桂平方メートル、人口密度127人、桂平方メートル、柿の2町を含む。1897年に行政区画として発足した当時の郡域は上記2町のほか、大胸柿の区域にあたる。地元では、 よさ郡ではなく、よざ郡と発音されることが多い。2011年3月11日に開通した、山陰近畿自動車道よさ天の橋立 IC は、地元の読み方を尊重して、よざ天の橋立と命名されている。またよさの町内の地名、よさは、行政上も、よざと読まれる。地名としてのよさは、有略天皇22年に、あまり社軍で所見される。入り江の見られる、 軍域において、湾での寄せ網予法が、よさみ、そして、よさへ転化したものである。7世紀に丹波国の予射表として設置された。701年に表が、軍になり、713年に、丹後国が設置されるとこれに属した。号、和名類受賞に記される軍内の里。式内者、演技式新名帳に記される軍内の式内者。 1>, 1、宮津町2、上東村3、栗田村4、上宮津村5、吉村6、石川村7、桑貝村8、与佐村9、茅町10、三河内村11、四条村12、山田村13、岩滝村14、府中村15、 日置村16、聖夜村17、養老村18、稲村19、浅妻村20、本城村21、筒川村22、野間村23、日方に村24、雲原村。ありがとうございます。